今日行こう。あれ、やってない？え？あ、今日日曜日じゃん。はですね、曜日感覚がないとですね、基本的には撮影は平日土日関係なくやらせていただいているので、曜日感覚がなくなってしまいますね。イベントがたまに土日に入れば、そこでちょっと感覚が取り戻ったりするんですけど、基本的には曜日があんまり関係ないので分かんなくなってしまって、あ、今日あれしたいなって思った時、あ、休みだなとかあったりします。4時だ、お腹すいた、よいしょ、あー動けないよ、足痛いし腰痛いし、よいしょよいしょよいしょ、もう冷蔵庫まで遠い、諦めよう。はい、こちらはですね、動けないっていう演技なんですけど、撮影翌日はですね、結構本当に筋肉痛になって、特に激しく自分で動いたりとかする撮影だと本当に筋肉痛になって、翌日全然動けなかったりとかするのがあるあるですね。単体女優さんとかだと、あの月に1本なので余計それがひどいらしく、皆さん結構次の日休みにしたりとかしてますね。私の場合は休みじゃなかったりとかもするんですけど、なんかシープ貼って回復したりとかしながらやっていました。はあ、今日何見ようかな。自分の作品ってどれぐらいあるんだろう。いるなあ。これで気づかれたら嫌だしなあ。あの人何の作品見てんだろう。私の見てくれんのかな。ツタヤのアダルトコーナー付近はそわそわするということですね。こちらはそうですね、自分も入りたいけどちょっと入るのを躊躇してしまい、あの中に人がいると何を借りてるんだろう、私の借りてくれてるのかなとかちょっと気になったりとかもします。あ、これに着替えればいいですね。わかりました、じゃあ着替えます。あ、全然出なくていいですよ、別に気にしないんで大丈夫です。はい、人前で平気で着替えがち、こちらですね。まあ普段ね、着ていなかったりもするので、割となんだろうな、これをスタッフさんとかだとなんかまあいいかなとか思って、まあ、全然気にしないでくださいって言ってなんか着替えたりとか、なんだろうな、あとは私の場合は結構もうせっかちだったので、もう本当に早く帰りたい時はもう着替えながら歩いてましたね。なんかさ、昨日のさ V のさ撮影さ、本当はなかったんだけど、なんか違うなんか女の子が飛んじゃったらしくて、でなんか急遽さ朝さマネージャーから電話来て、今日行けるみたいに言われて、まあ、休みだったからさ、あ、じゃあ8なんか10時入りでいいからって言われたから、あ、じゃあ行けますって言って朝決まったんだけどさ、その撮影がさてっぺん超えちゃって、もう全然超長いし、なんかえみたいな、なんかさ代役だったのに長いみたいな感じで結構さきつくって、だけどさやっぱさ撮影時間長いとさつなぎめっちゃ食べちゃうじゃん。なんかシーン終わるごとに毎回つなぎ食べてるからさ、本当に撮影時間長い日が続くといつも太るんだよね。
あれ松尾さんがさ松尾タイム入っちゃって朝朝パケできないみたいな言われてさ、で夜パケだったの。もうほんと最悪じゃんぶっちゃけ。夜パケだとさやっぱ顔死んでるし、結構またメイク直すの大変だからさ、顔作るの結構きついじゃん。だからさ結構きつかったんだけどさ、松尾タイム入ってたからさ、まあ、しょうがないんだけどさ、しかもさなんかスチールもさなんか現地じゃなくてさ後スチだったの。だからもう全部さもう一回やらなきゃいけないみたいな、もうそれもさ時間かかっちゃって、それで多分てっぺん超えたんだけど、結構なんか写真がきつかったんだよね。友達との会話で業界用語を言ってしまい通じない。 V の撮影とはビデオの撮影のことです。そしててっぺんとは午前0時を超えることをてっぺんと言います。飛ぶとは、女の子が、連絡を取れなくなってしまったということです。十時入りとは、10時に、現場に入って撮影が始まりますということです。つなぎとは、朝、AD さんが欲しいものを聞いてくれて、だいたいコンビニの、お菓子だったりとかレッドブルだったりとか飲み物とか、あとはおにぎりとかサンドイッチとか、そういう軽くつまめるものを、すごいあのメイクルームにいっぱい用意しといてくれるんですけど、そのことです。ちなみに、つなぎがコンビニじゃなくてパン屋さんのパンとかおにぎり屋さんのパンだったおにぎり屋さんのおにぎりだとすごく女の子のテンションが上がります。松尾タイムとは、松尾さんというのはですね、パッケージカメラマンさんの、結構有名な方で、いろんな人気の女優さんを撮ってるカメラマンさんなんですけど、すごく人気で、1日 3本とか多分パッケージを撮っているので、朝昼晩と、その松尾さんが空いてる時間にパッケージを撮るという感じなので、松尾タイムで、2時間押したりとかすることもあります。はい、朝パケ。朝パケはですね、朝にパッケージを撮ること、夜パケは夜にパッケージを撮ることです。ちなみに、スチールカメラマンさんもいて、スチールカメラマンさんはそのビデオの撮影中にビデオの、邪魔にならないところで写真を撮っているカメラマンさんのことを言います。現スチとはビデオと同時に写真を撮っていくことを言います。後スチとは、ビデオが終わってからそのビデオの中でやったことを写真で今度もう一回やるということを言います。どうでしたでしょうか。結構いろんなあるあるがありました。他にもなんかこんなあるあるやってほしいなっていうことがあれば、皆さんぜひぜひコメントください。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。